はい、はい、始まりました情熱会議です。はい、本日の情熱会議セカンドシーズン、ゲスト出演2番バッターブラッディさん、はい、高橋さんと磯部さんに今日はお越しいただいております。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ私から自己紹介していいですか。はい、はい、皆さんこんばんは。ブラッディボーカルの高槻かな子です。ブラッドラブでも今度香る役として出演しています。よろしくお願いします。お願いします。はい、そして、ブラッディボーカルの磯部かりんです。皆さんちょっとね体調面でご心配をおかけしてしまいました。こんな感じで無事に体調が回復して元気になりましたので今日は笑顔でお届けしていきたいと思います。笑顔でよろしくお願いします。お願いします。本日はちょっと、まあ、30分プラスアルファかどうか分かりませんがぜひ前回も結構伸びてる。そうそうね、しっかりボリューミーにいきたいと思います。せめてね、せめてね、本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ついて本題に入る前に、まあ、ちょっと簡単にね、ブラッディさんと我々いちごアニメーション、まあ、おおむね2年越し、もうすぐ2年。あ、そうですね、ご一緒させていただいて、ね、はい、ブラッディも2周年になりますので。2周年です。おめでとうございます。ありがとうございます。もう2年ね。もう2年、ね、2019年のあれは6月26日かな。あ、よく覚えてますね。626って言って626は覚えてて、当時はねコロナ禍でもなかったから。そうですね、ジャンプしましたね。ジャンプ、あ、マリオジャンプ。そのブラッディ活動開始の時とブラドラブの制作発表を一緒にさせていただいたので、うんうん、ちょうどだから本当にここの場に来たのも2年越しとかっていうことなのかなって思います、ね。はい、あっという間だったような、だったようないろんなことがあったような。いろんなことがあって、でまたなんか新しい展開とかもね、うん、いろいろ発表できたのでね、うん、この後もなんか発表、まあ、前回もう発表されていることだけど告知できたらなと思っていますので、うん、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。コメントもいっぱいね、2周年おめでとうございますというコメントが。嬉しい。マリオジャンプって、そうそうそう、こういうのね、ラインライブでもねちょこっとね、うん、マリオジャンプというか、うん、ワン、ツー、スリージャンプの下りがね、うん、はい、ちょこっとありましたもんね、この星のどこかで、はい、この星のどこかで、ね、はい、ではジャンプしてます。はい、この間のラインライブかな。そう、この間のね、話したかな。うん、翼は、うん、いい曲だと。あ、そうそう、ありがとうございます。翼推しですか。人気がありますね。次のね、ツアーも決まって、そのタイトルもね、フューチャーウィングっていう、うん、翼をね、そのタイトルになってるんで、また聴けるんじゃないかなって。はい、ぜひね、皆さん、LINE ライブは6月の16日まで、うん、アーカイブで、アーカイブで、あ、見れるんですね。ぜひ見てください。ハグミハグユーのね振りを覚えてね。覚えて、あ、そうですね、次のライブでも踊れる、ね、来れるようにぜひぜひ。未だできないのと。あれを僕でも多分できるんで。みんなできる。あれおかしいですね。ちゃんと練習してください。やりやすい振りだと思ってるので。まあ、ちょっとね本題に入りつつ。ご存知かどうか分かりませんが、実はね、情熱会議はおおむね〇〇町、はい、こんなニックネームをですね、はい、つけてやってるんですね。うん、で、まあ、前回と同じネタになりますが、はい、まあ、町といえば会長だ、隊長だ、船長だ、はい、ね、まあ、いろんな大長とか小長なんでもいいね、小ボケがいや、ちょっと書いてあるけど恥ずかしくて言えなかったやつ。前回もやってましたね。前回も言ったから言えねえなと思って。身長、体重、体重ってもう腸も関係ない。小ボケをちゃんと拾ってくれる。はい、ありがとうございます。優しい、ね、今日もあれよ、SE 絶好調だからね、こう。はい、ね、ちょっとちっちゃめですけどね、大丈夫、書いてますか、聞こえてるかな。もうちょい音量上げた方がいいかもしれない。控えめな SE ね。こんな感じ。そうですね、多分前回社長うるせえぞってなってたぐらいだったので。
初めての方も1周年おめでとうございますって言ってくれてる。ありがとうございます。ありがとうございます。前回はね、もうあの綾瀬さんはね、まるまる長じゃなくて、はい、アニメ長長官とは。アニメ長長官。はい。はい。どういう意味なんですか。長で探したらアニメ長が浮かんで。おお。アニメ長者人じゃないと思ってつけたら長官になっちゃったっていう。まあ、一応偉い人っていう意味で長官にしたっていうことですね。なるほど、私たちは決めてもらえる感じですか。もう決めるもよし、はい、何でもよし、何でもよし、ただ一応なんかうちの館長がですね、はい、お二人にふさわしいのを考えてきてるみたいなんで、はい、うん、あ、勝手ながらあの考えてまいりまして、はい、高槻さんがクイーン、クイーン、クイーン磯部さんが六方全書、うん、ちょっと待って、六方全書はどういうこと。あの私ツイッター磯部さんがフォローさせていただいているんですけれども、はい、先日あのすごい素敵な写真とともに、はい、磯部さん、うん、なんか六方全書持たれてたので。そうなんですよ、ちょっと別のね、あのやつなんですけど、弁護士の格好をさせていただいて六方全書をちょっと持たせていただいております。持ってる方のものが磯部になってあったってこと。そのね、ブラマイドがセブンイレブンさんで買えますので、ぜひお願いします。セブンイレブンも宣伝もらというところにつなげるということで。なるほどね、はい、あ、それで六本でしょうね。でもさ、ちょっと待って、え、高槻さんは クイーン、クイーン、はい、まあ、どうしてですか。まあ、プリンセス、まあ、カオル姫をやっていただいているので、うん、まあ、姫で言うとプリンセスと思うんですけれども、うん、あの個人的にあの高槻さん、プリンセスというのはクイーン、女王様の、でもなんかわかるイメージがありまして、でも普段 のファンの方に読んでいただいているあだ名が姫、そうね、はい、まあなんかスイスイスイみたいな、てくれる感じが、今回ちょっと女性になれたなみたいな。確かにね、キングだと ね男性なんですけど、そうなんですよ、王ですからね、王ということに変わりない、ということで、うん、クイーンと六方全書で、はい、今日はそれで呼んでもらえるってことですか。ということにしましょうか、はい、クイーンと六方全書です。クイーンと六方全書です。本当六方全書大丈夫。まあ、違い方権なんじゃないですかね、うん、この兄が違い方権ってことかな、はい、うん、ドラドラブなんで、うん、はい、でも、あ、アニメじゃないけど大丈夫、うん、まあいいと思います。いいと思います。情熱単位なんで、うん、不思議な空気感。すごく不思議な空気感で進めていきますね。なんか裁判官とかいう案もある。裁判官、あ、そっちの方が、そうか、裁判長、そうか、六法全書だからか。そうです、そうです、ね、まあ、裁判長ってよく言うから長ついてましたから一番良かったかもしれない。そう、ね、確かに裁判長、そうだね、まあ、一応もう六法全書に変えちゃったんですけど、うん、まあ今日は六方全書とクイーンということですいません。はい、ね、今日は全く関係ないですけど。はい、はい、ちょっとね、そろそろ尺も限られているので、はい、ポンポンと進めさせていただきたいなと思いまして、はい、はい、し題して、クイーンと六方全書に聞く、ギリギリブラド。ギリギリブラドとは例の番組のパクリか。いや、オマージュです。素晴らしい、はい、前回もやってらっしゃったということで、しっかり決まりました、しっかり決まりました、前回、はい、前回ちょっと失敗したんで、これはしゃべくり、うん、しゃべくりみたいな感じ、ギリギリの質問をお聞きしていきたいなというところ、今日も攻めようね、ちょっとね、はい、前回攻めきれてなかったので、はい、お願いします。お、なんだ、何この、え、あ、不思議な間が入りますね。ちょっとそれ間違えます。SE 間違えます。もう一回やろう。もう一回。もう一回。もう一回。はい。ありがとうございます。高槻さんに今、あの、質問させていただきます。ちょっと、ギリギリ、こう、なんていうか、こっちの精神状態がギリギリということですかね。いろんな意味でギリギリでやってる。もう一回言っとく。
もういいです。もういいです。ここから改善あんましないですね。OK、じゃあ行こう。はい、では、進めさせていただきます。はい、高槻さんにお聞きします。はい、ブラドラブのアフレコの現場の様子がおかしいというのを、あの、さくらあやねさん、あやねるさんがおっしゃっていたんですけれども、高槻さん、あの、他の現場と比べて様子が変だったなとか、そういった感じたところっていうのはありますか？はい、どうぞ。はい、いや、そういう場じゃないんで今日あのもっとなんかすんなり入ってたんだったらちょっと良かったんですけど、ちょっと やりたかった、はい、やりたかった、ちょっとそういうのやってないんで、はい、いいですかちょっと安直な感じで進めさせていただきますがいいですか、どうぞお願いします。質問なんだっけ、あ、変あ、変な、変、変でしたかっていう、なんか私はあのあれなんですよ、そんなにアニメの現場をこれまで経験させてもらったことがあの少ないので、なんかこれがこの現場がこうなんだ、コメディ系のこういうアニメになると、こういう大体こういうものなのかなって思ってたんですけど、皆さんが結構好きにアドリブ言ったりとか、なんかセリフもうなんか言えてるのか言えてないのかわからないみたいなノリみたいな、すごいノリですよね。そうですね、みたいな勢いみたいなのがこうすごくあったんですけど、だからあ、普通の現場はこうじゃないのかな、はてなって感じです、逆に。じゃあ、あれが普通になったら他の現場逆に物足りないなぐらいに感じることもあるんですかね。やっぱ皆さんあのとってもなんだろう、こう他で共演されていた方とかも多かったみたい で逆にすごい初めましてなのが私とか、まあ、カリンもいてくれたりとかしてる時もあったけど、はい、結構皆さんがわーって喋って、そうだね、なんかもうすでに仲いい、うん、仲良しな方々でなんか、うん、ちゃんとなんかもコミュニケーション取れた上で、はい、こう収録でいい遊びをされてるなみたいな感じでした。収録でいい遊びっていう、本当になんかプロの遊びみたいな感じで見させてもらいました。三宅さんとかすごかったですもんね。三宅さんは本当にセリフが基本的にアドリブだから今回何言ってくれるのかなっていう楽しみがすごくありましたね。あれね、たまにね、あの、ちょっとやりすぎっていう指摘も入った時もありましたよね。そうですね。サブの方でも結構笑ってました、ね、監督とか。面白かったですね。もうね、一本通しでね、やるっていう、結構ですよね、あれね。そうですね、だから結構入れ替わり立ち替わりするのが他の現場よりすごく難しかったですね。あの部員たちみんな経験して結構喋るので、はい、こうその速さについていくのが結構大変だったり、確かにすごいコミカルにポンポンポンって変わるもんね。あとなんか台本とかも結構ね、あの差し替えになった部分とかがもう自分の中で頭の中でどこ今みたいなそうなんですか、そんな感じしなかったけどね、うん、心の中でやべやべここどこだみたいな。そうなんですか。我々は本当に素人なんで今どこやってんのっていうのは感じましたけど、うん、皆さんこうマイクをこうシュッ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 って、ね、あの自分のところは行ってたので、うんうん、すごいなと思ってた。その内心はすごい焦ってなっちゃったんですね。焦ってましたね、うん、高橋さんのね、あのカオルちゃん、うん、カオルちゃん可愛いですよね。可愛い。そうなんですよ。なんかこう前はいろんなコスプレをして出演していて、そのなんかコスプレもなんかちょっと私たち世代ではなかったけど、なんかその世代の方とかが見ると、うん、すごい激アツみたいなね、コスプレたくさんしてるんで、めちゃめちゃなんかこう可愛い代表キャラみたいな感じになってますよね、作中で。キルンってしてる。そう、キルンってしてる。ニャニャ言う。ひたすらずっと言わされてたシーンありましたよね。アドリブでずっと言わされてるところ。アドリブなんだ。そうなんです。結構なんかその裏でこう本当にカオルが喋ってる時とかはもう本当にもう丸投げというか。だからでも楽しかったです。結構皆さん面白いアドリブしてくれるんで、私も負けないようにちょっとくずってなること言わなきゃなみたいな。でも本当ね、カオル姫のコスプレも意外とギリギリを攻めてるけど、結構ね、確かにコスプレもそうですね。ちょっと今気づいたのは、質問がギリギリを攻めてない、また前回に続いて。確かに、あれ結構普通の質問あ、本当ですか。普通というか、まあ、よく聞かれる、ね、ありきたりな、ありきたりなってやつだ。一発目なんで、一発目なんで、あ、一発目なんで、一発目なんで、
最初からそんな行きませんよということで、うん、はい、じゃ続いての質問、はい、はい、今度磯部さんの方にお聞きいたします。はい、私先ほど申し上げたようにあのツイッター、はい、磯部さんのツイッターを拝見させていただいておるんですけれども、あのおはようを、はい、ちょっと声に出して言ってもらってよろしいですか。おはよう、いただきました。いい感じだった。おいただきました。あ、私ですか。いただきよろしいでしょうか。そのだから磯部かりんツイッターのを私が言ったらそうでしょ。そう、朝起きてみんなにおはようっていうテンション。そうですね。おはよう。いただきました。ディスってない。おはようございます。皆さんおはようございます。ちゃんと皆さん一緒だった。しっかりあのご挨拶いただいているのでコメントの方チャットの方でも。おはよう。おはようございます。ちょっと待って、これ何のゲームこれ。これこうやって攻めてる。あ、攻めてますね。今確実に今皆さんから好評のおはようをいただいているので。若干罰ゲームだよこれ。だから、はい、館長のこんばんはもらおうかな。じゃあこんばんは、まあ、時間は一番こんばんはですから、ね。うん、じゃあ皆さんこんばんは。わんわん。ギリギリですね。はい、はい、じゃあ続いての質問いきます。ひどいなこれ。大丈夫かこれ。じゃあ情熱会議じゃないや、ギリギリブラード恒例の企画じゃない質問ですね。はい、お二人にお聞きします。理想のプロポーズ、告白のシチュエーションではどういうのでしょうか。恒例なんですか。2回目ですけれども、恒例です。プロポーズ、プロポーズ考えたこともないな。ちょっと遠い先になりそうなんですけど、なんだろうな。なんかある。私はね、もうなんか泣きたい。泣きたい。あの憧れません。なんかこうしてくれって言われて、うみたいな。嬉し泣き。そうなるのかな。でもそうなるってだいぶギリギリな状態。なんかどういう気持ちなのか全然理解できなくて。びっくりなんじゃない？びっくりし、でも大体ちょっとわかるじゃないですか。そろそろだな。いやいやそう。いやわかるけど。だから。泣ける泣ける。泣けるのがいいですね。でも俺 YouTube でほらフラッシュモブ的なさで泣いてる。ああいうんじゃないかね。フラッシュモブは多分サプライズ的な感じではなく、恥ずかしいね。断りづらいから。断る前提。みんなに見られてますよね。玉ねぎ切りながらプロポーズだ。あ、そういうことか。絶対泣けますね。泣けます。そういう泣きじゃないよね。まあまあ、まあ、私はあんま料理しないんで、どっちかというとただ玉ねぎ切られながらの。へ、うん、泣けるプロポーズ、玉ねぎ。なんかいいプロポーズ、ね、募集しております。募集しております。泣けるプロポーズ、いいや。玉ねぎ以外の泣けるプロポーズ。いろんな案がありましたら、ぜひ。磯部さんはどうですか。でも泣けた方が感動するのかな。でも笑ってるのもいいな。プロポーズギャグ。プロポーズギャグ。いや、なんか楽しかったねみたいなのもどうかな。なんかプロポーズギャグもう募集してあります。なんかやだな。どっちもハードル高いですね。笑って泣いて、笑って泣いて、そんな感動的なプロポーズ。難しいね。難しい。いや、そうなると考える方が難しいですね。どうやったら泣かせるのかな、笑わせられるのかなっていうのは。でもあれ、プロポーズは置いといて、普段、高槻さんから告白するタイプ、されるタイプ。したこともされたこともないかもしれないです。ああそう。あ、でもいつもファンの皆さんが好きって言ってくれるんで、されてます。キュンです。いい SE 今なかったんですか。ちょっと間合いが。ちょっとね、ちょっといい SE。では
磯部さん、はい、告白するタイプされるタイプ。私もいつも皆さんに好きって言っていただいてるのでキュンです。待ってあげた。2回目は2回目は、あーキュンです、キュンです。もう素晴らしい、もう告白されてます。好きだよ好きだよ。でも伝えるのはいいなって、こうなんていうんですか、あのファンの皆さんにこういつもありがとう、私たちからもこう愛情いっぱいだよって、大好きだよって、いつもありがとうって伝えて、伝え、あのファンのみんなからも伝えてもらえるのが私すごい幸せだなって思うから、そうしそう、うん、こんな感じですかね。ファンの皆さん聞いてますか？聞いてますか？いっぱい待ってますよ。来月ライブお願いします。いやでもね、まあ、告白するしないかかわらず、やっぱり二人はね、もうとにかく今はもうファンの皆様が一番大事と。そうですね、こんなことでまとめてよろしいですか？もちろん。おら。お。何ですか？何ですか？ここで？なんかニュース速報が。ニュース速報。ニュース速報が入ってきてます。はい。紙が。あ、はい。来ましたけど。はい。いやー、突然ですが。はい。はい。磯部さん、このニュース速報を読んでいただいてよろしいでしょうか？かしこまりました。お願いいたします。はい、ちょっとこっち、あ、いい角度、いい角度、見たことある、見たことある。速報です。おお。6月2日の情熱会議にて話題に上がった直感アルゴリズムさんですが、先方との情熱会議を行った結果、返信がありまして、急遽6月15日の情熱会議は直感アルゴリズムさんとのコラボ配信が決定いたしました、とのことです。6月15日19時半から配信を行いますという速報でした。ありがとうございます。カリステルさん、カリステルさん、ありがとうございます。こんばんは、カリステルです。一応今回初めてご覧になった方、ご説明いたしますと、実は6月の2日に、はい、あのアニメ庁長官たる綾瀬さんが登場していただきまして、そこで出た企画がですね、なんと、実現いたしまして、実は6月15日7時半から配信を行うんですが、実は収録終えてまいりました。あ、済みなんですね。はい、収録にさせていただきます。なので社長交渉術すげえ。素晴らしい。はい、あの15日ご期待ください。来週の火曜日です。来週の火曜日ですね。もうすぐですね。はい、うん、なのでそれはそれで、ちょっと今日はねブラッディさんの会なんで本題に戻ります。はい、うん、で次の問題に行きます。問題、お、まだある？まだあった。すごいアナログ、ね、お二人によく聞きます。はい、今後やってみたいことは何かございますでしょうか？これ高槻さんから、いや、ずっと、そう、ずっとクイーンからだから。そうですね。あ、そう。名前、高槻の名前言ってねえなと思いまして。15分から20分も忘れてた。六本選手さんにお聞きします。はい。今後やってみたいことはありますでしょうか？やってみたいこと、それはどういう系ですかね？ブラッティ、質問も質問で返す。ざっくりとしてた。いや、そういう意味では例えばそうね、その、まあ、ブラッティ以外でも、例えば前回の綾瀬さんでいくと運転免許取りたいと。ああ、取りたいです。こんな話も何でもありです。え、運転免許取りたいです。ちょっと待って、丸写し、それちょっとダメなやつ、ダメなやつ、これダメなやつ。あー、ダメか。ダメなやつって言ってから探し出ダメか。次、はい、もう一個。もう一個、なんだろう。バンジージャンプって書いてある。
絶対したくないです。そうね、これ言っちゃうとね、言っちゃうとね。ブブ今ブブ。ブブ。バンジージャンプダメね。はい。なんだろう。こう急にこうやりたいことって言われると、うん、難しいっていうか、こうお仕事とかでこうこういうのやってみたいとか、うん、たくさんあるけど、なんか急にこれって言われると。確かにな。結構大きいこと。なんだろう。なんだろう。うん。世界一周とか。おお。楽しそう。うん、楽しそう。楽しそう。とかね。なんだろうな。今晩何食べますかみんな。じゃあね。じゃあね。この後やりたいこと。うどんが食べたい。いいな。皆さんうどんですか。食べちゃった。体に優しいものをね、取ろうかな。あ、いいね。今日は皆さんうどんです。何うどんにしよう。高橋さんど間違えた、うん。クイーンさんはどうですか。クイーンはやってみたいこと、まあというかまあでも真面目にねこう絡めるのであれば。まあ、ブラドラブもあのテレビ放送がね7月から始まるじゃないですか。でそのなんかやっぱりこうブラドラブっていうものをまだ知らない人のたくさんの人の目にもこう映るようにねなると思うんで、このブラドラブがもっともっといろんな人のねこう心に届いたらいいなと思っております。はい、ありがたいです。ありがとう。ちゃんと宣伝もありがとう。うどんとか言ってる場合じゃなかった。うどん食べながらね。お気遣いありがとうございます。はい、あ、質問はもう以上ですか。質問は以上ですね、うん、まだ以上。おそうですね、ギリ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 かったです。あ、そうね、確かにそうだね。とはいえちょっと実はね、時間がもう、うん、そろ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 あっという間、あっという間の30分です、ね、本当だ。27分ってこと、うん、もうこれもう早いね。早いね、うん、あっという間でしたね。みんなのコメントもありがとうございます、うん、ずっと見てますね、ずっと見れてます。そろそろからの落差とか書かれてる。もうもう8時なんですよ。というわけで、あの、はい、最後高槻さん磯部さん告知発表、はい、まあ、視聴者の方のメッセージがあればお願いします。はい、ブラッディなんですけれども、あの先日、ライブツアー2021を発表させていただきました。はい、こちらタイトルがフューチャーウィングスです。素晴らしい。ツアーといってもね2カ所なんですけど、うん、もう来月なんでちょっとじゃあ日程をお願いしてもいいかな。はい、7月27火曜日ですね、ZEP、うん、大阪ベイサイドで、うん、7月29日木曜日は ZEP 東京ということで、うん、各会場ともに、18時会場の18時半開演でございます。うん、そうなんです。チケットもね、うん、もう先行発売がすでに始まってるんですので2カ所、うん、ね、でも結構続けてね。そう、平日なんですけど、まあ、うん、私たちにねこう、あ、まあ、今こういうねコロナ禍っていうのもあって、うん、こう会える状況っていうのが作りづらい中でこうやってね、うん、ゼップを抑えていただいたので、ね、ぜひなんかちょっとでも熱い気持ちを持って来ていただけると嬉しいなと、うん、はい、ね、皆さんお休みをなんとか確保してください。お願いします。もうチケット申し込みましたって教えてくださってる方もいます。ありがとうございます。ありがとう。嬉しいね。うん、なんかなかなかねこういうご時世になったから、うん、ライブとかをちょっとね企画 ねしにくい中でこうやってね、うん、会える機会があの作ってもらえたので、ね、久しぶりにこうねパフォーマンスできるのよ。ね、しかもあの新体制になってこう、うん、ライブ、生のライブっていうのが初めてになるから、うん、この新しくなったねこう成長したまたブラッディをこう見てほしいなと、ねね、生でね生で感じてもらえたら嬉しいです。ぜひ7月からアニメ放送も始まるからちょうどこのタイミングで、うんうん、はい、一緒に楽しんでください。ね、盛り上げていきま す, きます。ありがとうございます。ありがとうございます。とにかくね、あの感染症対策をみんな万全にして、
とにかくね、開催できることを私ども願っておりますし、はい、そこが大事かな、はい、健康がね、健康が大事、健康が第一ですもう本当にぜひ皆さん、今これ抽選で合ってますかね、抽選申し込み、先行抽選が今、はい、こちら始まってますよね、はい、あの見ていただいた方ぜひ申し込みの方お待ちしております、お願いします、はい、そしてまあここでね、まあ、多少ツイッターでも告知してますが、ちょっと情熱会議ご出演いただいた記念にですね、はいはい、ちょっと何かしていただけないかということで、はい、まあ、出演記念でちょっと秋ジャンにですね、はい、ぜひ高槻さんにサインをいただいて、はい、販売させていただこうと思って考えております、わ、はい、かりました、でさっきねもうすでに書かせていただいたんですけど、はい、もあるかな、はい、あ、違う、はい、こんな感じでカオルちゃんのこのアキジャン、アキジャンのカオルモデル、はい、ここにサインを書かせていただきました、めっちゃ可愛いね、私もお家にあります、なのでぜひリバーシブルなんですよね、そうですね、はい、ぜひこのサインの方をぜひね飾ってもらえると嬉しいなと、ね、はい、はい、思います、よろしくお願いします、ここロゴみたいになって、そう、しかもカオルニャンって書いてきました、あ、いいね、よろしくニャン、かわいい、お願いします、ここに置いておこうかな、はい、ありがとうございます、はい、放送終了後にね販売の方開始いたします、うん、カルゾンの方でぜひお買い求めいただければと思います、お願いします、え、数も相当少ないので、あのお早めにお願いいたします、お願いします、とっても着心地が良さそうです、うんうん、たまにし、ではちょうどまあまあまだちょっとね時間は余ってはいないんですけど、うん、まあ、ちょうど今日はねブラッディさんにお越しいただいて、で本当はねあの2周年記念のケーキを用意しようかという話もあったんですが、このコロナ禍でね、そうなんですよ、それを どう出すかみたいな問題があって、うん、ちょっとね、別の機会でお祝いができたらと、 ありがとうございます、すいません、ぜひね来月のライブも来てください、あ、そうですね、はい、お待ちしてます、踊れるように、あ、そうですね、はぐみはぐゆ練習してお願いします、もう福岡で俺やったの覚えてるもんってでも全然俺できなかったんだよね、あれ終わってここがうまくいかないんだよね、あと1ヶ月あるんで大丈夫です、トン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 とかだよ、はい、もうできてます、できてます、できてます、本当、はい、みんなも簡単にできるんで、うん、あと1ヶ月あるんで、はい、覚えましょう、します、じゃあ締めのコメント館長よろしいですか、はい、本日放送終了となります、本日もご視聴いただきありがとうございました、次回は先ほど告知の通りジョッカーアルゴリズムさんとの企画になりますので、次回もぜひ、ご視聴いただければと思います、それでは、本日もご視聴ありがとう、え、暗い原稿をしっかり読んだんです台本をしっかり台本読むタイプの人間なんで、まあそうだね、はい、もうちょっと最後さ楽しくいこうよ、じゃあみんなでありがとうございましたって言いますか、楽しく、そうしましょう、はい、BGM もお願いします口にもあるよ、じゃあドラムロールやってバシャーンってやって、ありがとうございました、はい、はい、行きますよ、行きますよ、ちょっと待って、あれ閉め、あれ閉まらない、あ、こっちね、OK、もう一回。